皆様おはようございます。川上直哉と申します。日本キリスト教団の牧師でございます。今日まずお詫びしなくてはいけないのは、私は11時半の電車に乗って山形へこの後向かわなくてはいけないものですから、言いっぱなしになって抜けますことを本当に申し訳なく思います。私は専門が神学という学問をしておりますけれども、神学の世界で一つだけ実証された事柄があるとチェスタトンという人が言ったそうです。それはオリジナルシンと呼ばれる、英語ですとそうなります、漢字ですと現在というものです。で、現在というのは実証されている。20世紀になりまして、現在は4つ定義されました。昔は3つでした。思いと行いと言葉です。それに20世紀1945年の戦争の後、怠り、オミスヨとラテン語で言いますが、怠りというものが加わりました。土曜日からここに参加させていただいて、そのことは今まさに現実になって、非常に苦しい、悲しい、辛いことですが、また一つ実証されている、実証されていると、そういう気がしながら今日私も発表させていただきます。人工放射性物質汚染地帯における放射能災害の減災の取り組みというタイトルで、私たちがしていることを申し上げます。話を始めますと長くなる危険がありますので、原稿を用意させていただきました。基本的には原稿に沿ってお話をさせていただきたいと思います。お手元にございますでしょうか。こうした紙でございます。開いてご覧いただきます。なお詳しくはこういったものも出ました。事務局の方の多大なご労をいただきまして、皆様のお手元まで届いているかと思います。どうぞ後ほどご覧いただければ、今日のお話の補足になるかと思います。原稿の方の2ページから始めます。前提と申し上げまして、自己紹介です。私たち東北ヘルプは、東北の中心都市である仙台市を基盤として東日本大震災への支援活動を行っています。本日は特に放射能被害の減災についての取り組みをご紹介いたします。私たちの働きを紹介するビデオがございます。2013年2月に作成し、韓国で上映したものの、日本語と英語版ということになります。皆さんこんにちは。私は牧師の川上です。ここは東日本の中心地仙台市にありますキリスト教の支援施設、東北ヘルプです。2011年3月11日14時46分太平洋沖地震とそれに伴い発生した津波によって、私たちの生活は一変しました。高さ最大21メートルの津波が南北500キロの海岸線に襲いかかり、多くの人々の財産を瓦礫に変え、その水と瓦礫は秒速8メートルものスピードで町に襲いかかりました。その後、水と瓦礫に襲われた建物からは炎が吹き上がり、北の被災地には厳しい雪が降り注ぎました。翌日、原子力発電所が爆発事故を起こします。誰も経験したことのない恐ろしい事故でした。道は封鎖され、事故現場付近に住んでいた人々は強制的に立ち退かされました。この震災で電気、ガス、水道などのライフラインが止まり、食料の調達もままならなくなりました。多くの人々が明日への希望を探している中、東北のクリスチャンは結束しました。震災から1週間後、仙台中の教会の責任者と世界中からさまざまの支援団体が一堂に集まり、
小型ガソリン発電機での薄暗い明かりの中、会議を行い、支援事務局を立ち上げます。事務局の名前は東北ヘルプと名付けられました。仙台で東北ヘルプが立ち上がったように、青森では 3.11 青森協会ネットワーク、岩手では 3.11 岩手協会ネットワーク、宮城県でも南三陸を支えるキリスト社ネットワーク、そして福島県では福島県キリスト教連絡会など多くの団体が立ち上がったのです。学校の体育館などに大勢の人が避難し、夏まで共同生活を送りました。家も家財も失った人々には全世界から支援物資が届きました。教会は各地域の支援センターの役割を担い、愛の技を行うことができたのです。2011年秋には全ての人々が避難所を出なければならなくなりました。若い人々や自立できる人々の多くは被災地を離れて行きましたが、高齢者や障害をお持ちの方々は仮設住宅に住まうことになります。今でも教会は仮設住宅に住まわれる方々が孤立してしまわないように支援を続けています。原子力発電所の爆発事故があった福島県の課題は巨大で深刻です。その問題の核心は放射能汚染による不安にあります。この映像は昨年末、原子力発電所の爆発事故現場から3キロの近さまで近づいた時のものです。この映像は事故現場付近の海岸の様子です。復旧は全く始まらず、震災直後のままの様子が残されています。今、放射能汚染によりこの地域には人はいないのです。原子力発電所爆発事故による放射能汚染の問題は被災地全体のネットワークが力を合わせて取り組まなければならないものです。仙台と福島の教会ネットワークは協力し、食品放射能計測所を立ち上げました。そして東北全域の教会ネットワークは2012年に不安に悩む親子を放射線量の低いところへ疎開させようとするプロジェクトを発足させました。今被災地の教会は津波被災者が孤立しないように寄り添おうとしています。また原発爆発事故の影響の中で孤立して不安の中にある人々を慰めようとし、魂に寄り添おうとしているのです。どうか皆さん、私たちの働きを覚えてお祈りください。プリントの3ページに進みます。一番上から読み上げます。 A、 宗教者として。私は宗教者として支援活動を行っている団体の責任者です。宗教者としてというのはどういうことでしょうか。学者は真理を探求します。それは異論を歓迎し、論理的整合性を求めるものです。政治は正義を実現します。それは白黒勝敗を明らかにし、決着をつけるもの。ビジネスは失礼しました。ビジネスは利益を求めます。それは損得を論じ、生存競争に勤しみます。メディアは情報を暴露します。それは混乱を恐れずに秘密のベールを剥ぎ取ります。では宗教者は何をするのでしょうか。我々宗教者は
信仰に基づき祝意を持って調和を生み出すのだと思います。ここではそういう宗教者として被災地の放射能減災について行われていることを報告したいと思います。 B、 キリスト者として、宗教者としての支援をキリスト者として果たしたいと私たちは願っています。キリスト者には特別な力があると思います。それは密着と直結という力です。日本のキリスト者は小さな教会を作って地方に奉仕してきました。その働きは小さいものですが誠実なものであり、長い時間をかけて地域の信頼を獲得してきました。キリスト者は地域に密着しているのです。そしてキリスト者は世界と直結しています。例えば私たちの団体東北ヘルプのコンサルタントはビクター・シュー氏といいます。彼は1970年代にソロモン諸島の被爆者の救済のために、WCC というのは世界教会協議会、ワールドカウンシル・オブ・チャーチーズですね、の担当者として働いた人でした。この働きは結局のところソロモン諸島の人たちに対するアメリカの、保証賠償ですかを2桁ほど上げた、アメリカに上げさせるように国連に働きかけさせて成功したということでございます。3ページの C です。困っている素人として、放射能問題をめぐって今学者は3つのタイプに分かれると思います。第一のタイプの学者はいわゆる専門家です。この方々はしばしば原子力村と揶揄され批判されています。そして放射能の専門家の多くが IAEA を中心とした国際核関連軍産複合体と一体化していることが指摘されています。その一体化は福島第一原発の後顕著に強まったように見えます。第2のタイプの学者は困っている素人です。この人々は学者であっても放射能については素人であり不安を覚えています。その不安を解消するためにこの人々は誠実に、私もそうだと思いますが、学びました。そして3年半が経過した今、この人々はこれまでに分かっていることを整理し安全に過ごすための判断をしようとしています。一つの問題はこれまでに分からなかったことを無視しがちな点にあります。その結果この人々は、私も気をつけますが、第一類型の学者に近づいています。読み上げるっていうのは便利なようでして早口になりますね。すみません、通訳の方申し訳ないです。もう少しゆっくりいきます、はい、4ページです。第3のタイプの学者は反原発の人々です。この人々は市民派の科学者としてここにもいらっしゃいます。長く、失礼ですが、迫害に耐えてきました。福島第一原発の後、多くの市民がこの学者への尊敬を深めました。しかし今この人々は別の危機にさらされています。それは分裂の危機です。社会はすぐに変化しません。その中でこの人々は、申し訳ありませんが、攻撃的になりがちになり、内部分裂の傾向を強めているように素人の目には見えております。私は一人の神学者である、つまり素人である支援者として第二の立場を堅持したいと思っています。そして迂闊に安全と語ってしまわないように、第三の立場の方々の批判に学び続け、感謝して、そして分からないものを無視しない態度を保ちたいと思います。そして不用意に不安を煽ることなく確実な支援を行うために、第一の立場の方々の成果に学ぼうと思います。2、現状。この3年間の支援活動の中で素人の目には問題の焦点が絞られてきたような気がしています。多分間違えていると思います。素人です。ただせっかくですので、その焦点を簡単にまとめます。放射性、人工放射性物質。第一原発事故の最大の問題は人工放射性物質にあると思います。マンハッタン計画から今日まで72年しか経っていません。私たちは人工放射性物質について、特にその人体への影響についてはまだ何も知らないのではないかと思います。ちなみに神学は2000年やっております。今年8月に NHK が行った報道によると、原発事故現場から172キロ離れた場所でガラス状となったウランが見つかりました。それは PM2.5 の大きさであり、アルファ線およびベータ線を放射し水に溶けない。現場から172キロ圏内にこの物質が均等に
被災したとすると、まあ、そんなことはないと思いますが、これが最悪の事態だと思いますが、その最悪の想定では1平方センチメートルあたり最大76個この人工放射性物質が地上にあるかもしれないことになるそうです。一生懸命数学者が計算してくれました。それを人が吸入した結果どうなるのか、また放射線にあふれる土壌の中でウイルスとバクテリアはどうなっているか誰も知らないのです。少し調べまして、こういう形でホームページに公開され、それはこういう形でこれから公開され、それは実は去年こういう形でも報告されていたということだそうです。誠実に勉強したんです。素人でございます。それから有名なことではございましょうが、小児甲状腺がん、そして異常な数の小児甲状腺がんが出ています。とりわけ原発から100キロ離れた会津若松市、仙台と同じ距離ですが、1万5000人、仙台ちなみにもう一つ丸がついて15万人ですけれども、会津若松市では1万5000人に5人の甲状腺がんが見つかりましたが、これが原発由来であれば、これから多臓器不全が広域にわたって発生するという、それがチェルノブイリの教訓であったはずです。 C チェルノブイリ、チェルノブイリ事故の歴史は私たちにもう一つのポイントを知らせます。それは国家崩壊の可能性です。1986年にチェルノブイリ事故が起こり、1990年に国際会議が開催されて惨状が知らされ、バルト三国の独立運動を経て1991年にソビエト連邦は崩壊してしまいました。2006年、ゴルバチョフソビエト連邦元大統領はその崩壊の原因をチェルノブイリに帰しています。これは BBC のインタビューですが、5ページいきます。日本でも似た動きが感じられます。沖縄ナショナリズムを標榜する沖縄県知事が圧倒的支持を受けて登場しました。そして国家は統制を強めているように見えます。今福島第一原発事故をめぐる問題は、この国の存亡を論ずるような社会問題としても捉えなければならないと思います。4番目の課題です。3番目の課題でしょうか、ごめんなさい、数字がずれていますが、3つの矛盾と申し上げます。以上のような状況のもと、放射の被害を受けた地域で人々は3つの矛盾に苦しんでいます。1つ目は対立と連帯です。対立によって連帯が生まれる、連帯を維持するために対立が求められる、対立が連鎖して内部分裂に至る。例えばごく普通の人々は福島県と周辺の地域を対峙させることで、宮城県はその典型ですけれども、福島県以外のすべての地域、自分たちの地域は安全だと安心しています。ここにははっきり申し上げて差別が生まれております。私は宮城県の人として福島県の方々にいつもお詫びをしております。2つ目は孤立、自立と孤立です。力のある人から自立してゆき、力のない人は残される、自立によって孤立が生まれています。3つ目は健康と生活です。放射能から命を守りたい、で健康を完全に守ろうとすると生活がまあ破綻します。生活の質をまあそれでも豊かに保とうとすると、健康に不安が後から生じてきます。そうした中で今私が支援している人々は、逃げたいだけど逃げられない、だからせめてこの後いろいろと点々点という気持ちになっています。6ページ、あと5分、わあ大変、あと5分ゆっくり読むとあと5分です。その気持ちをよく表したビデオがあります。福島ハッピーと題されたもので、時間がありませんので後でどうぞ福島ハッピーというのをインターネットで、YouTube で見てください。そこにはですね、福島市長、駅長、子ども、老人、みんなが福島県内で楽しく暮らしている様子をとてもポップに美しく描いております。ゾッとします。実際仙台でもいわきでも私に関わっている方々の複数のお母さん方は、子どもが心配だと言うとですね、みんなからあなたはきっと精神の病に違いないから病院に行けと強く勧められて、実際に生かされた人を私は何人か知っていて、うち一人は服薬のために眠れなくなって本当に具合悪くなっています。それはよく聞く話にだんだんなってきました。支援の方針です。そうした支援、矛盾の中に生きる人々をどうするか、私たちは支援の方針を情報伝達ではなく意思疎通を通して後悔を防ぐとします。ごめんなさい、もう読んでる時間がないのでサマリーで喋りますと、
情報を伝えるのはいいんですが、伝えられた側は必ずそうしなければならないと聞きます。あとは聞かないがどっちかです。ですから情報を持っている側はいつも権威者であり、権力を持っていることに頓着しないといけません。無頓着であってはいけない。しかし意思を疎通させるためには、支援される側の人々に寄り添わなくてはいけませんね。そしてその人が必要な分だけの情報を出していきます。ですから意思の疎通が手段になります。目標はその人が後悔しないことです。具体的には C に行きますが、逃げられない人々の健康を守ること、これから逃げようとする人々を支援すること、世界中の被爆者の連帯を構築しアドボカシーを行う、以上3つのことに取り組んでいます。まず計測書を私たちは持っておりまして、仙台と郡山といわき、それから私の教団の方では会津と、地理的なこと分からない方はごめんなさい、会津とそれから原町にございます。でそこが一つの拠点になり、あるいは他の計測所、今日も仲間が来てますが、計測所の仲間と連帯してベータ線の測定も始まりました。これはとっても私は期待をしております。それから、第2は短期保養ですね、この資料がそれですけれども、短期保養の支援をしています。詳しくは中を見てください。それからもう一つは国際連帯、タヒチですけれども、福島の石を持っていきました。南相馬と川内村の砂をガラスにしてもらいました。こういうモニュメントがありまして、長崎の市長の手紙と一緒に持っていきまして、このモニュメントにはもうすでに長崎と広島、セミパラチンスク と、フィジーとアルジェリアの石が来ております。そこに私たちも混ぜていただきました。7ページに行きます。あと何分でしょうか。あと2分、はい、ありがとうございます。7ページです。ニュークリアアーセナルと向き合って展望ですね。ニュークリアアーセナル、国際核軍産複合体でしょうか。世界教会協議会というところがありまして、この間の11月に、もう去年の12月に、世界大会を第10回目の開きました。そこで私たちはブースを持って、そこでは台湾、韓国、ニュージーランド、そして、日本といった国々の一緒のブースでアドボカシーフォーラムというのをいたしまして、ロビーングを一生懸命させていただいて、その結果として核から解放された世界へという声明文が、これ難産の末でしたが、総会から半年後にようやく採択されるということになりました。この中身は書いてあることですが、原発と原爆は一体だということを言って、そしてどうするかといえば、被爆者に聞こう、世界中にいる被爆者に聞こう、こういうことを言っております。 B です。 No nukes ではなく nuclear free。 この statement toward a nuclear free という言葉が重要です。この議論の中で、聖書がやっぱり引用されました、参照されました。つまり No nukes、 反原発では足りない、 nuclear free、 核から解放される。この言葉は聖書の出エジプトの物語を背景としています。奴隷が解放されるように、私たちは核から解放されなければなりません。この電気が使えるのは原発のおかげだぞと、そういうふうに脅されている状態から私たち自身が解放されなければ何をしてもおそらくダメでしょう。19世紀以来、私たちは黒人の解放奴隷、解放運動、黒人奴隷解放運動の中にモーセを見出してきました。これキリスト教の歴史です。マーチン・ルーサー・キング・ジュニア、ハリエット・タブマンといった人々、実は放射能被爆に脅かされる人々の命を助け出そうと同じような人々が生まれてきています。今年の9月京都で福島から避難した K さんという方にお会いしました。この方は最も汚染のひどかった福島市渡里地区、今でもひどいですが、で被災した後すぐ子どもたちを守りたいと願う母親の会を結成し、自分たちで汚染マップを作って行政と掛け合いましたが、力及ばず、仲間たちは一人一人避難していく、ものすごい高いんです。でついに自分も京都へ逃げた。しかし彼女は私に言ったんですけども、子供が大きくなったらもうあと2年か3年でなんとかそうなるので福島市に戻るというんです。そこで苦しんでいる人々の助けになりたいと、そうおっしゃいます。8ページです。19世紀の終わり頃、米国南部で奴隷として生まれ育ったハリエット・タブマンは北部へ脱出に成功した後、再び南部へ戻り奴隷を助けました。同じように K さんは助け出そうと準備を進めています。こうした運動を支援し続けたいと思います。連帯の可能性はそのためにあるだろうと
ということで、あとは読みいただければと思います。時間が過ぎたようでございます。以上でございます。